新作とかも関係なしに最近試した中で一番好みですっごく良かったなっていうのを一つ選べるとしたら、こんにちは、メイクアップアーティストの兵藤聖理です。今回は9月のお気に入りコスメを発表していきたいと思います。8月のお気に入りコスメはちょっとやりそびれちゃったので、まあもう8月9月合体したような感じで、お気に入りのコスメを選びました。一塗りするだけで旬顔になれるような優秀な可愛いアイテムからスキンケア系のお気に入りまでご紹介していきたいと思いますので、ぜひ参考にしていってください。それでは早速いきましょう。まずはスキンケア系を先にご紹介してからメイクアップの方に行きたいと思います。ちょっと今日は量が多めかなと思います。まず一番初めはこちらの石沢研究所さんの紫外線予防 UV サラサラジェル、日焼け止めですね。顔体用で SPF30 の PA プラスが3つ入っているので、もう日常使いには十分です。ポンプタイプなのがすっごく気に入っていて、ちょっと涼しくなるとやっぱり油断してしまって、なかなか今日日焼け止め塗り忘れちゃったなんて時もあるんですよね。私、玄関だったり洗面所だったりにこういうものを置いておくと、特に秋冬とかは紫外線対策を怠りがちになってしまうので、これからの時期にもおすすめです。こちらは石鹸で落とすことができるので、ちょっとすっぴんで過ごしたいななんて日も顔と体にこちら塗ることができて、伸ばすとね、これジェルタイプなので透明に馴染んでくれます。みずみずしいような感じです。匂いも日焼け止め特有の匂いもなくて、ちょっと爽やかな香りがするので、とっても使いやすくてすごく愛用しています。そしてお次はですね、じゃん、最近私の動画でクレンジングといえばポーラがよく出てきていたと思うんですけれども、今回はねリセンシアアイアナスクレンジングクリーム。私は結構クリームタイプのクレンジングがすごく好きで、突っ張らないし、そのお肌洗い上がりのお肌のこのキメの細やかさみたいなものがすごく好きで、クリームタイプが好きなんですが、やっぱりクリームタイプってどうしてもちょっと落としにくいようなイメージもあると思うんですね。でもこちらは結構ね、目元のメイクまでしっかり落ちるクリームタイプです。ウォータープルーフ用のアイテムなどを使った時はポイントリムーバーとかを使う方がいいと思うんですけれども、これ一つでもナチュラルなメイクだったら十分に落とすことができます。伸ばすとクリームのこっくり感もありつつ、みずみずしさもねあるような感じで、こう優しいこう肌の上でメイクを溶かしてくれるようなイメージです。スキンケアの中でも特にクレンジングに対してのこだわりがすごく強いタイプなので、いろいろ試してるんですけれども、こちらのですねアイアナスのクレンジングクリームは、肌の乾燥やつっぱりなどが気になる季節には本当にぴったりだと思います。クレンジングで、より良い肌に導きたいなという方には結構心からおすすめします。こちらはですね、以前インスタグラムに載せたと思うんですけれども、アリミノのスタイルクラブスムースオイル A というやつで、洗い流さないヘアトリートメントオイルになります。これはいつも私の髪の毛をやってくれてる美容師の小杉さんがおすすめしてくれて使っています。私結構ハイトーンでもブリーチも結構してるし、髪がねもうねゴワゴワなんですよ。なのでより、ヘアケアっていうのは結構こだわらないと、もう髪がねやばいことになってしまうんですね。私がこれを使うタイミングっていうのが、お風呂上がり髪を軽く乾かして一回これをなじませて、またさらに乾かすっていうタイミングで使用しているのと、あとは朝ヘアセットする前とかドライヤーする前にこちらをつけたり、ちょっと髪にまとまりがないな、毛先が広がっちゃってるななんて時はこちらを使ったりしてます。普通のヘアオイルよりも軽めなんですよね。こうもったり重いヘアオイルではないので、割と髪がちょっと短めの人に向いてると思います。長くて広がりやすいっていう方は多分もうちょっと重めのがいいと思うんですけれども、髪が私ぐらいだったりとか結構短めミディアムとかショートとかの人って、あんまり重いオイルつけるとすごい髪ベタついたみたいな印象になっちゃったりすると思うんですけれども、こちらは短い髪の人に特にちょうどいいようなオイルの質感。これからどんどん乾燥してくる季節になるので、いくらねお顔が綺麗でもちょっと髪の毛先がパサついてるってなるとちょっとイメージダウンじゃないですか。なのでヘアケアをこれからの時期にかけてこだわってみるのはいいんじゃないかなというふうに思います。最近の動画でも出ていたと思うんですけれども、いつしのマイマスカラです。で、私は02番のピンク系のカラーを愛用しているんですけれども、とにかくふわ眉に綺麗に眉色が染まるのでとても気に入っています。このような感じで、まずは逆立てるように色入れます。
私髪の色をハイトーンにしてからやっぱり眉毛の1本ずつの主張があんまりあるとなかなかこう髪になじまないので、できるだけこうふんわり柔らかい眉に見せてくれるものを求めていたんですけれども、これはねまさにドンピシャという感じでした。色もねすごく温かみのある暖色系で可愛らしいです。こんな感じで塗った方と塗ってない方だとなんかこの眉毛の、まあ、毛色もそうなんですけれども柔らかさが違って見えますよね。次はちょっと口元の色が寂しいのでリップ系をご紹介していきたいと思います。リップは今回2つ選びました。本当はもっとたくさん選びたかったんですけれども、この動画を出す1個前に購入品紹介とかいろんなものをね紹介する動画結構撮ったので、あんま被らないようなものをセレクトしました。エトゥシェのティントルージュ、こちらはレッドのカラーなんですけれども、私も 4、5 色持っていて、これがちょっと一番わかりやすいかなというふうに思ったのでこちらを今日はピックアップしたんですけれども、とにかく潤いが続いてティント処方なので時間が経っても自然な赤みが残ってるんですよね。あと1回塗った後にティッシュでオフしてからマスクすると色がね結構持続してくれて、マスクにもあんまりつきにくい、でも潤いはしっかりあるっていう感じで、本当にあの今の時代にぴったりのリップだなということで、まあ、エトセ続きになっちゃうんですけれども選ばずにはいられないと思ってこちらを選びました。結構色味の発色も割とナチュラルな感じなので、まあ私は特にブラウンカラーとか気に入ってるんですけれども、ブラウンに挑戦しにくいとか赤はちょっと毛ばく見えちゃうんじゃないかみたいな方にも透明感があるような発色なので、トライしてみたいカラーにすごく挑戦しやすいっていうようなアイテムだと思います。次はですね、もうこれは絶対選ぼうって思ってたんですけど、アディクションのザ・マットリップリキッドです。こちらね結構 SNS で話題で、この間も私の動画でもご紹介したと思うんですけれども、自分自身でも使ってみて本当にマスクにつきにくいなと思いましたし、メイク現場用に他のカラーも買ったんですけれども、やっぱりすごく使いやすくて唇に乗った感覚もそのマットなリップの不快感っていうのが一切ないんですよね。今回はですね、無難な001番のカラーを使っていきます。ちょっとピンクベージュっぽくてどんなシーンでも使いやすそうなカラーです。マットリップってちょっと老け込んでしまうようなイメージもあると思うんですけれども、むしろマットなのに柔らかく見せてくれるというか、赤ちゃんのようなこのふんわりしたリップに見せてくれるので、そういう意味でマットに抵抗がある方にもぜひこのアディクションにはトライしていただきたいなというふうに思っています。これはねエトゥシェのリップとはまた違う意味で、こっちはちょっと潤い系だと思うんですけれども、こっちはサラサラムース系の質感のリップとして、でマスク生活にこれからも確実に寄り添ってくれるようなリップなんじゃないかなというふうに思っています。次はチークに行きましょう。チークは今回2つ選びました。今年っぽいっていう意味とトレンド顔になれるっていう意味で選んだのがセルフォークのカムフィーブラッシュの 07A 番のチークカラーです。テラコッタ系のカラーとイエローカラーがこう一緒になっているようなもので、テラコッタメイクをするのにももちろん合いますし、無難なメイクにもチークをこのカラーにするだけでかなり旬な秋顔になれます。今日は2色混ぜて使っていきます。ちょっとポワンとふんわりと真ん中に塗っていきます。トレンド感もありつつ、ちょっと私みたいに今丸く入れるとお人形さんのような感じにもなりますし、ちょっと横から斜めに入れると結構スタイリッシュな感じというかかっこいい感じにも使うことができます。テラコッタカラーのねリップには間違いなく合うので、例えばですけれどもキャンメイクから秋色としてこの新しく出たキャンメイクのステイオンバームルージュのこの18番、ちょっとレンガ色というかテラコッタ系のリップとかもすごく合うと思います。どうですか、この組み合わせにするともう一気に秋感が出てすっごく可愛いですよね。セルフォークでしか買えないというか、セルフォークのアイテムでしか味わえないようなこの発色と絶妙なこのくすみ感で、くすみによってこのお肌の他の部分が明るく綺麗に見えるっていうところが本当にすごく好きなので、今回はねこちらを選びました。お次はですねこちらです。シャネルのこの人気のスティックのハイライトからこのロゼのカラーが出たんですよね。すっごくみずみずしくって、自分の素肌の血色感をじわーっと奥から浮き出させてくれるようなこのみずみずしさと自然なカラーです。こんな感じでつけて、でトントントンとなじませていきます。この濡れたようなツヤ感っていうのが本当に絶妙ですよね。秋メイク、いろんなカラーを使いたいっていう時にチークを抜きたい時なんかもこれはすごく便利だと思って選びました。
そしてお次はこちらエチュセのカラースティックの01番です。ちょっとハイライトカラーになるようなものですね。で今回は結構本当にエチュセで気に入ったものがすごく多かったのでエチュセ率が多めになっちゃうんですけれども、一塗りするだけでかなりこうツヤっぽいプルッとしたお肌を作ってくれます。でもさっきのシャネルのこのスティックの方がより表面にこうツヤっぽいうるっとしたような質感が残る感じで、エチュセの場合はスティックなんですけれども意外とサラッとしているというか、あんまりこの油分が表面に残っている感じがしないので、マスク生活でも崩れにくく使えるスティックのハイライトかと思います。でそしたらねこっちにちょっと直付けをしてみようかと思うんですけど、こんな感じでここつけた部分にすっごいツヤが集まりますよね。で指でなじませていきます。こんな感じですっごくポイントになるので、マスクって微妙にここの頬の高いところって見えてたりするじゃないですか。なのでこういうところにちょっとツヤポイントを置いてあげると、マスク越しだけどちょっとフレッシュな感じというか若々しい感じを演出できるかと思うので、これはすごく一押しです。リセの限定で出ているアイライナーのミルキーグリーンのカラーです。これすっごく可愛くて、ちょっと先日のシングルアイシャドウの動画でも使ったんですけれども、今日も目尻の方に引いてお見せしていきます。こんな感じでちょっとさりげない感じで引いてあげるとすっごくポイントになって可愛いです。こういうのって一見夏っぽいと思うんですけれども、冬にちょっとホワイト系のコーデと合わせてオールホワイトのコーデでも可愛いと思うし、小物にこういうグリーン系を持ってで目尻もちょっとグリーンとかめちゃめちゃおしゃれだと思うんで、こういう風にして合わせるのも可愛いかと思います。次もカラーラインです。こちらもエチュセのものなんですけれども、一番この下のところから04番、02番、一番上のカーキが05番のカラーになります。さっきのこのミルキーグリーンはもうこれを使ったらこれがメインになるっていうような感じだと思うんですけれども、エチュセのこのアイライナーシリーズっていうのは微妙にこの色がくすんでてしっかりと締め色になるようなカラーなので、結構いろんなアイシャドウとの合わせ方ですごく表情が変わると思うんですよね。今日何使いましょうかね。ちょっとあえてこのピンクのカラー、02番のピンク系のカラーをちょっとお見せしたいと思います。結構大人女子でも使えるようなカラーになっています。はい、このような感じです。普通のベーシックな普段通りのブラウンのシャドウにアイラインとしてこういうのを重ねてあげたりするとすごく今年っぽいようなちょっと血色感のあるアイメイクができますし、ちょっとくすんだピンクっていうのは大人女子もすごく挑戦しやすいカラーアイライナーかと思います。もう一つアイラインがあるんです。なんかね今月最近気に入ったアイラインに出会える率がすごく高くてですね、嬉しいなというふうに思うんですけれども、これはね新しいものではないんですが、最近個人的に現場用でも自分用でもハマっているコスメになります。 MAC のアイコールのテディというねカラーです。ここに今縦で引いたんですが、若干ね細かくキラキラっとしたラメが入っているので、こっくりしたブラウンっていうよりかは割とこう軽やかな感じで使うことができるブラウンで、なんだかんだこういう削って描くペンシルタイプって安定感があってアイラインがすごく描きやすいですよね。そういうところも気に入っています。まあ指とか筆とかで軽く私はいつも目尻側だけぼかしてます。そうするとすごくね自然なデカめ効果というかラインを引くことができます。このアイコールのシリーズがすっごく便利なので、ペンシルタイプでいいアイライン、落ちにくくてぼかしやすくて綺麗に引けて絶妙なカラーが揃っているっていうようなものを探している方はぜひ試してみてください。すっごくいいですよ。お次はですね、スックのトーンタッチアイズの07番を選びました。これがねすっごく絶妙なカラーで特にお気に入りでした。とにかく秋物アイシャドウ可愛いのたくさん出ましたよね。私も多分アイシャドウだけで何万相当分買ったと思うんです。何がアイシャドウ一番良かったかっていうのが、アイシャドウを買いすぎて出すぎて試しすぎていいのがありすぎて分からなくなっちゃったんですよ。でもシンプルな自分の好みで言うと、新作とかも関係なしに最近試した中で一番好みですっごく良かったなっていうのを一つ選べるとしたらこれかなというふうに思ったんですよね。ちょっとねブラウンのようなパープルのような発色で、先日モデルさんにメイクする動画でアップした夏の終わりの儚げ秋メイクで結構アイメイクのメインカラーとして出てきていたと思うんですけれども、すごくこう秋らしい大人っぽいような印象になりますよね。両方塗るとこんな感じ。
このね絶妙カラー本当におすすめなので、ぜひ試してみてください。一番最後にご紹介するのがレブロンのこの下地フォトレディプライムプラスの001番ですね。これはかなり優秀で、ダストレモンカラーなんですけど、肌になじませると結構もう自然に透明になっていくような感じなんですね。なので白浮きせずにこのナチュラルにしっとり感も与えつつ、お顔の色ムラをこう補正してくれます。夏の儚げ焼きメイクの時に結構詳しくこうレクチャーしながらこの2点を下地で使っているので、気になる方はよかったらそちらもチェックしてみてください。ということで、本日のサイリクエスチョンはこちら、皆さんの9月のお気に入りコスメは何でしたか？コメント欄でよろしければ教えてください。ということで、本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。これからも皆さんのためになる楽しいメイク動画を出していきたいと思いますので、よろしければ画面右下の赤いチャンネル登録ボタンをポチッと押して、次回の動画もお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。